演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら UCC ミルクコーヒーフランスを食べたいと思います。神戸屋さんのね、発売商品ですね。 UCC 発売は1969年、めっちゃ懐かしいや。なんで関西弁、関西限定商品なのかな。 UCC のコーヒーは前に飲んだことはあるんですか、あれどこから紹介したかな、とにかく飲んだことはあるんですよね。なのでそれがパンのクリームとして味わえると思うと、また違った味わいがする。まあコーヒーはもともとパンに合うでしょうからね。はい、中身はこの形、ちょっと白パンっぽい系統ですね。焼き色は控えめで、で中身はこんな感じになってます。ではいただきます。そうやな、確かに。でもその当時はまだまだ生まれてへんからわからんのよな。でも美味しくはあるな。ミルク感のある甘いコーヒークリームが噛んだ瞬間に口の中でふわっと広がってきましたね。飲み物とはまた違った UCC コーヒーの美味しさを味わうことができました。パン生地もふわっとしていて相性バッチリで美味しかったです。違うパンでも食べてみたいな。デニッシュとかメロンパンとかと思えるクリームでしたので、こちらの点数とさせていただきます。もっといろいろ会いたいやん。ではは心表す知らせかな。何か起こってるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。